ワンゴールキーパー特別編。学年が違うお二人ですが、はい、普段の練習でこう何か勝負とかをしたことっていうのはあるんですか？あんまりないですね。たまにリフティングで勝負やったりとか、そういうちょっとした勝負みたいなことをやったりとかも、はい、まあ、しているということで、ぜひそのお二人の真剣勝負をやってみませんかと。うわー、ですけれども早坂さんいかがでしょう？そうですね、まあ一個上の先輩として、うん、やっぱ負けちゃいけないんです。負けられない、確かに、うん、負けられない戦いですね。いいね。さあ北村さんいかがでしょう？負ける自信ないっすよ。負ける自信ない、ないということは勝つ気があるということですね。聞いたことない表現。びっくりするぐらい負ける自信ないですねって。ということで一つ目の勝負はいきなりリフティングでございます。リフティング、サッカーの基本だと思うんですけれども、うん、はい、本並さんちなみにリフティングって、まあ、最高何回ぐらいとか。何回ぐらい、いや落とすのは現役の時ですよね、はい、まあ、疲れるまでやってましたけど、ね、もう本当体力がなくなるまでは別にできる、ね、ウォーミングアップでちょっと体動かしてリラックスでちょっとリフティングみたいな感じですよね。自信あります？全くありません。あ、早っ。即答。全くないです。でもまあある程度は、言ってもだってフロンターレ来年が行くんですから。そうよね、まあ、一番安定感を重視してやっていきたいなと思います。なるほど、自信あります。おということで、ボールを地面に落とさずに長く続けられた方が勝ちというシンプルな勝負なんですけれども、この勝負はですね、うちの弟ゆうきも、はい、サッカー12年ですか。そうです、小中高とやってたので、はい、参加してもらってもいいですか？負ける自信はないです。やめろやめろ、よし、分かりづらいです。ではお三方準備はよろしいでしょうか？よっしゃ、はい、いけますでしょうか？それでは参りましょう。リフティング対決スタート。さあ始まりました。やっぱ安定してます、ね、安定してるね。お、勇気が意外といけてるの。うまいね。あれちょっと怪しいか。勇気がもう怪しいよ。最悪だよ。いや、あれ、やばいよ、勇気アウト。ちょっと、え、嘘でしょ。地面ついたでしょ。リフティングで勇気ハンドして終わったねえな。田村君安定してるね。すごい、さすがだな。わざ入れてもってもいいよ。さあさあ、はい、じゃあ間もなく1分経ちますので、足技を何か入れてください。あおということで、リフティング対決は北村さんの勝利。やりました。最高っす、マジで。最高っす。早坂さんは足技を入れようとしたところで、終わってしまいましたけれども。そうですね、あの、まあ一つここでやっててチリの邪魔しちゃいけないなと思って、はい、勇気ですよ問題は。はい、ハンドしたっていう風に言えたんですけど。ワンゴールキーパーですやん。いやいや、キーパーなんでやっぱちょっと。いや、だからって、その手を使うのはダメですよ。まあまあまあ、ちょっとそうですね。緊張です。緊張。はい。2人キーパーやるし、フィールド処理でゲームメーカーですよね。そうですね。ボランチ。うん、大田橋の遠藤って言われてます。狭いんだよ、範囲が。大田橋っていう地域限定で。さあ、2つ目の勝負はドリブル対決です。これゴールキーパーっていうのはなかなかドリブルってこうやらないもん。そうで、だけどもうバックパス足だけしかダメっていうことになったルールで、その時から練習始めましたね。ああ、なるほど。ドリブルの練習、パス、ドリブルの練習。ちなみに普段お二人はドリブルの練習やってますか、早坂さん？ドリブルの練習はしないですね。お、しない。はいはいはい。あんまりしてない。止めて蹴るの方が多いんで、まあ、パスの方が多いですね。なるほど。北村さんは？自分も早くと同じで、全然ドリブル練習しないです。ドリブル練習あんましない。パスの練習ばっかりです。勇気はドリブル練習してますか？もうやっぱりもうフィールドプレイヤーなんで、やっぱ大田橋のトッティなんで。トッティになってる。どんどん変わってくる。これ勝てるかもしれないですね。ドリブルは自信ある。これ有利ですわ。確かにな。いいんすか、俺本当に勝ちますよ。いや、いいっすよ。ありがとうございます。ということで、等間隔に並べた目印を、スラロームしながらうまく、避けていってください。はいはい。うん、で3往復していただきまして、早くゴールした人の勝利ということで、
そしてですね、スタート地点に戻ってきた時は、バーピージャンプを5回してからサイドスタートしていただくということですね。しんどい。ちょっとめっちゃしんどいっすね。これやっぱ小野さんきついです。いやもうやってないから普段、藤木さん。だからやばいっすよ、多分。いやいやいや、負けてください。1個目で多分もうフラフラになってると思いますよ。これ逆に負けたらなんか罰ゲームとかあるんですか？じゃあこれはもうせっかくなんで、まあ、負けた方はですね、はい、勇気と一緒に、あるあるネタを取るということでいきましょうか。2人の高校生あるあるが見れる、楽しみですね。明かしますよ。さあ皆さん準備はよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。じゃあいきますよ、よーいスタート。さあここは横並びに決めて、いい勝負、いい勝負で、おいいね。勇気も負けてない。今こっから。さあこっからだ。こっから。これがきつい。5回ですよ。めちゃめちゃしんどそうやなこれ。お、早川選手が抜けた。そして北村選手が後に続く。そして勇気が今、走り出しました。やばい足が。さあちょっと差がついてきたか。まあここ。早川選手が。やばい。もうちょっと勇気がつまずいてる。ほぼ北村早川は同時か。これは同じタイミング。さあラスト。ラスト一往復です。戻ってきて、ということで、ゴール！早坂選手1番、そして少し遅れて北村選手。さあ、最後は勇気のドリブル待ちですよ。勇気、ゴール！ということで、勝ったのは早坂選手！さあ、勝ちましたね、早坂。はい。勝ちました。勝った。あ、勝ってました。勝ちましたよ。はい、全然もう周り見えないです。周り見えない。さ、少し遅れて残念ながら2着ということですけれども、北村さんいかがですか？いや途中でドリブルちょっとミスっちゃいました、タッチを。あ、ミスっちゃった。ちょっとミスっちゃいました。ちょっと一瞬詰まるところがあったと思いました。体力的にはどうですか？いやめっちゃきついっす。やばいっす本当に。さあそして、残念ながら、一番最後に、ゴールした勇気負けてしまいました。はい、吐いちゃう。やめてください。いやマジで、神聖な芝の上で。絶対きつい。あるあるっすね。あるある、あるあるっすね。あるあるか。走り終わった後顔色悪い。ああいうやつ。真っ青だ。ということで、きちい。ドリブル対決は早坂選手の勝利。